大きな1勝ですね。そうですね、はい、ちょっと苦しかったですけど、なんとか勝てました。まあ、トップに出て、逃げて集団になってのレースだったんですけど、どんなことを考えながらレースしてました？そうです、まあ、昨日の予選でポールポジション獲得できて、でスタートにも自信があったので、スタートしっかり決めて、またちょっと独走体制とかに持ち込めれば、てかもう次の目標を目指すためにはそれぐらいのレースをしないとなというふうに思ってたんですけど、ちょっと苦しくなってきて、で後ろとの差も詰まってきたので、ちょっと一旦にそういう逃げの気持ちはやめようかなと思いました。はい。まあ、そういう意味では勝負どころも見えてた感じですか？そうですね、でもみんな結構苦しくなってきて、それぞれのラインもバラバラになってきましたし、あまりこう無理に今途中は仕掛けることなく、最後に冷静にその時に一番抜きやすい場所で抜ければいいなというふうには思ってました。はい。地元で念願の優勝いかがですか？そうですね、もう最高ですね。応援してくださる方が本当に多くいらっしゃって、すごい喜んでくださっているので、なんかこうただレースに勝ったっていう喜びだけじゃなくて、なんか違う嬉しさっていうのは感じてます。はい。まあ、応援してくれた方に一言と、まあ残り2戦、どんなレースをしたいですか？そうですね、今日はいい天気になった中で応援してくださってありがとうございました。残り2戦はまたちょっと苦しい戦いにはなるかと思うんですけど、僕の目標はもっと高いところにあるので、またしっかり練習して今度はもっといいレースができるように頑張りたいと思います。はい。なかなか事前テスト、レースウィークと、コンディション不安定だったんですけども、いかがでした？そうですね、まあ、自分自身オートポリスを GP2 で走るの初めてだったんで、まあ、レインでもウェットでもどっちでもセットのデータっていうのは欲しかったんですけど、まあ、事前テストでは、まあ、2日目が中止になってしまって、まあ、1日目ドライで走れたんですけど、その中ではやっぱり走り慣れてないサーキットで初めての車体でということで、すごい戸惑ってはいたんですけど、まあ、ウィークに入ってレインコンディションになって、まあ、自分自身今シーズンレインのフィーリングがすごい良かったので、まあ、レインだったら戦えるなとは思ってたんですけど、まあ、決勝は朝起きてドライになって朝フリーで、本当にチームの人といろいろ相談しながら、まあ、去年のデータもいろいろ見ながら自分のライディングを見てくれて、まあ、その中で話し合った結果のセッティングで走れて、まあ、結果的に2位という結果で終わってしまったんですけど、まあ、GP2 に上がってから初めてトップ争いもできて、すごい勉強になって、すごい楽しいレースでした。まあ、そういう意味では今回かなり大きなレースだったんじゃないですか？そうですね、まあ、後半戦に入って1回目のレースだったので、まあ、残りの2戦に向けてもすごいいい流れで来てますし、まあ、自分自身速さはあるっていう、まあ、自分に自信が持ってたっていうのはすごい大きいことですし、なんかまた一歩前進できたのかなと思います。ちょっと予選のがグリッドがちょっと後ろの方で苦しかったと思うんですけど、いかがでした？そうですね、ちょっと昨日の雨で思ったようなフィーリングが得られなくて、ちょっと苦戦してタイムが出せずに12番手っていうグリッドになってしまったんですけど、まあ、決勝は晴れてくれたので、まあ、最初スタートからできるだけ前という気持ちで走ってました。まあ、それでトップまで行って、まあ、ちょっと、まあ、最後までトップ争いになったんですけども、そのあたりはトップに立つまでは、まあ、悪くはなかったんですけど、立ってからなかなかそこからもっとペースを上げていきたかったんですけど、なかなか自分の実力不足で上げていくことができずに、最後飲まれてしまう形で負けてしまったのが悔しいです。